皆さんお元気だったでしょうかね。皆さん、この YouTube 動画、ね、そしてですね、この SNS を使ってですね、どうぞビジネスのですね、販路確定、ね、受信のですね、夢の具現化っていうのにね、使ってみてください。かなりこれ効果高いんです。ね、今、竹下塾はですね、全国からいろんなことでですね、ご支援に行ってます。ですから、結果もいいんですよ。ぜひ、試してみてください。はい、皆さん、こんにちは。津島真心水産総ドです。 今日は新宮さんのお宅にお邪魔しております。どうです。美味しそうなおにぎりの絵でしょう。これは対馬の古代米、黒米を使った。おにぎりなんですよ。その辺のところを新宮さんの奥さんに尋ねてみます。新宮さん、よろしくお願いします。こんにちは、新宮です。えっ、ー、と、今日のおにぎりはこのような割合で、あの。作っております。好みによって黒米を。 の量を減らしたり増やしたりしてあのおにぎり作っていただきたいと思います皆さんぜひ対馬の古代米黒米を使って美味しいおにぎりを作ってください商品はこのようなパックでお届けしますご注文お待ちしておりますそれでは失礼します